えっと、金融機関経営者ならゼロ金利が続き、コロナ禍で貸し出し先が経営困難になった場合、利益向上に向けどのような対策を取りますか僕だったらガンガン投資しますね。公営テクモ。 っていう会社があるんですけど、信長の野望シリーズとか、デルダム双とかっていうあのゲームを出してるところで、であの、エリカワ夫妻っていう夫妻が出る会社なんですけど、ものも四国にあるんですけど、このプロデューサーが渋沢孝さんっていう名前で歴史系ゲームを出してて、ゲーマーとしてはすごく面白いゲームを作るよねっていうので、渋沢孝っていうのはゲームプロデューサーとして超優秀。で、渋沢孝がいる孝栄っていいよねっていうところだったんですけど、本当に優秀だったのは、渋沢孝という名前で、ゲームプロデューサー プロデューサーをやるように命令した奥さんの方なんですよ奥さんが自分で金稼いでお前はプロデューサーとして渋沢公という名前でゲームをプロデュースしろ経営は私がやるっていうので奥さんがえりこさんが稼いだ金でガンガンゲーム作ってえりかわさんなんだけど渋沢公という名前で匿名の優秀なゲームプロデューサーという形で打ち出し続けてお、ね、もなかのやもってね1本1万円とかしたんですよ他のゲームが5000円とかの時代に1万円とかなんだけど歴史系ゲームでそこまできちんと作ってるゲーム がなかったのでみんな渋沢工が出す1万円だったら買うっていうので結構売り上げ安定してたんですよえりかわさん奥さんって割と優秀な人でそのゲーム業界ってみんなその変わった人が多くてだいたい自分がずっと喋り続けるっていうその俺が俺がっていう世界でみんな強いんだけどただ 強い人同士がぶつかった時に、どっちが黙ってどっちが話聞くかっていう、強い人同士のヒエラルキーがあるんですよ。カプコンの会長とか偉いよねと。例えば、任天堂の社長とかでも、カプコンの会長が来たら、カプコンの会長がずっと喋ってるのを聞いてなければならないとか、暗黙の上下関係っていうのがあるんですけど、どんな人が来ても、エリカワさんはずっと一人で喋ってるんですよ。ハドソンの某めちゃくちゃ偉い人っていうのが、ほんとよく喋る人なんですけど、エリカワさんの奥さんと話になった時に、1時間ずっとエリカワさんの奥さん が言っててるる話話をを聞いて電話を切るってい電切う状況になるんで、すよでそのハロソンの超絶偉い人って、いつもだとタイに対して1時間とかずっと説教して、本当に好きなことを好きなように喋ってる人だけど、エ川さんにはかなわないんですよ。口も強いし、押しも強い人なんで、テクもってゲームを制作するときって、ゲーム制作会社に対して、まあ、それなりにその、いいお金で契約を作るんですけど、その代わり、締め切りすぎると罰金があるんですよ。なので、普通ってまあ、そのゲーム会社って、なかなかいいものを作ろうとすると締め切り伸びるんできついん んですけどテクモの場合はガンガン罰金払うっていう契約で早く作れよっていうので作れないんだったら払う金額減らすからなみたいなので本当に減らすらしいんですよねビジネスとしてもすごく安定してるんですよ冷徹なところでビジネスのセンスもあってでその経営のセンスもあるエリカさんですけど去年の2020年の超えてクモの決算が出たんですけど本業とは別にエリカワさんのやっ 光栄テクモのお金を投資して、株を買って、売った利益の額が七十億円なんですよ。本業のゲームを作るとか、全然関係なく。リカさんの奥さんが株を。光栄テクモのお金使って、ガンガン投資して、ガンガン売ってっていうのをやって、年間で七十億利益出してるんですよ。あのね、もうあのね、エリカーさんの奥さんさえいれば、あ、そう、会社ゲーム作んなくてもいいんですよ。はい、すげえ優秀なんですよ。あのエリカーさんの奥さんが。エリカーさんの奥さん超優秀っていう、そういう話でさえ。はい